機嫌クッキングのコーナーです。今日の先生をご紹介します、うん、盛岡グランドホテルの宮さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日作るのはこちらのお料理です。今週はご飯が進む照り焼きのおかずです。今日は鶏もも肉とキノコのバルサミコ風味照り焼きを作ります。いい照りしてますよね。お願いします。はい、いい照りで、作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずはですね、フライパンの方にオリーブオイルと今ニンニクが入ってます。ニンニクは潰してください。ニンニクの香りがちょっと出るまで、ニンニクちょっと加熱していただきます。はい、でニンニクの香りが出てきたところに、鶏肉ですね、一口大に、切りまして、塩コショウで下味をしました。そちらをフライパンに入れていきます。できればの皮目の方から、入れてですね、パリッと皮目を焼いていただきたいと思います。はい、でキノコです。今日キノコも入れていきます。今日は、椎茸、舞茸、エリンギですけれども、これはこのキノコでもできますので、ご自宅にあるキノコ、あとはお好きなキノコで構いませんので、キノコをたっぷり使っていただければと思います。でこれフライパンに、鶏肉とですね一緒に焼いていきます。はい、鶏から出るね、はい、油も。そうですね、そうしますと、キノコに鶏肉の味も、染み込んですごい美味しくなります。でキノコの方にだけちょっと塩を振っていただきます。はい、でこのままですね、こんがりきつね色になるまで焼いていただきます。で鶏肉よりキノコの方がやっぱり先に火が入りますので、順次、キノコは焼けたらですね、別のお皿に一旦取り出していただければと思います。で残った鶏肉をひっくり返して焼いていきます。で今日は焼き上がった鶏肉とキノコですね、そちらと差し替えさせていただきます。はい、まず鶏がね、はい、こんな感じで、キノコとですね、はい、鶏肉きれいに焼けましたね。はい、はい、で焼けたところに、一旦取り出したキノコまた戻します。はい、で戻したところにですね、白ワイン加えていきます。はい、大さじ、3入れまして、ここでアルコール、飛ばしていただきます。じゅわーっとここも一気に沸騰させて結構ですので、煮詰めていきます。でここでアルコール分を飛ばします。じゅわーっと。白ワインをね、うまく家庭でね、こうやって煮切りで、使えたらなと思いますけどね。おしゃれですね。香りも良さそうです。そうですね、はい、でアルコール飛びましたので軽く煮詰めた後に今度はですね、調味料、バルサミコとお醤油、そして蜂蜜が入ってます。こちらをじゅわーっと入れていきます。はい、でここでですね、さらに、煮詰めていきます。でここで、蜂蜜も入ってますので、艶が出てきます。ここで、照り焼きにしていきますね。そうしますとだんだん煮詰まってソースにもとろみがついてきて、食材にソースが絡まってきますので、ちょっとこうとろみがついて絡まってきたなっていうところまで煮詰めてください。はい、はい、おー、ちょっとバルサミコの、酸味の匂いがすごいです。酸味の香りがしました。一瞬むせそうでした今。でも食べるときにはそんなに酸味は飛んでるわけですよね。大丈夫です。あと蜂蜜ですね。そうですね、こんな感じに、とろみがついて、はい、ツヤツヤしてきましたので、ここで盛り付けしていきたいと思います。ツヤとか照りって美味しそうに見えるよね、やっぱりね。食欲を失います。これはですね、大皿にもう豪快に盛り付けていきます。へえ、はい、はい、美味しそうだ。はい、で最後、仕上げにですね、黒胡椒と、あとはお野菜、青い、お野菜ですね、もしもあれば、彩りでちょっと添えていただければと思います。はい、はい、完成になります。はい、完成しました。はい、それでは材料です。はい、2人分です。鶏もも肉1枚、塩コショウ適量、椎茸2個、舞茸エリンギ4分の1パック、ニンニク1かけ、オリーブオイル、また白ワインとバルサミコ酢大さじ2、醤油、蜂蜜大さじ1、黒胡椒適量です。材料レシピはホームページまたテレリンクに掲載しています。今日のクッキングの内容は放送終了後新しい情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。
はい、ではいただきます。何でしょう、この香りがいいですね。本当にいい艶です、はい、すっかりこうご飯をこうご飯も一緒に来ましたね、はい、ではあ、美味しい。ソースというか、うん、酸味も程よく飛んで、そうですよね、はい、コクが加わってるのがバルサミコ酢ですね。そうですね、やっぱりあのバルサミコを煮詰めることによってコクがすごい出ますので、うんうん、はい、あ、キノコも美味しい。噛むといい味が出てきますよ、うん、キノコに鶏の味も加わってる。キノコでご飯結構いけますね。ですね、しっかり味吸ってくれてて、洋風なんですけどご飯とも合うし、いろんな合います、はい、合わせ方ができそうですね。はい、できますね。パンとも合うと思います、うん、あ、パンに乗せて、はい、あ、はい、ね、それも良さそう、ね、いろんな楽しみ方ができますよ。ぜひバルサミコ酢うまく使ってみてください。美味しい。さあ、では金曜日です。明日はお菓子を作ります。明日は焼き芋で作ろうスイートポテトです。材料は市販の焼き芋、そして無塩バター生クリームをご用意ください。今日のご機嫌クッキングはミヤさんでした。先生ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。